C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Place à Yu-chan, Are-chan et Yuri-chan qui vont nous présenter les choses à savoir pour pouvoir profiter agréablement de votre séjour au Japon. Cette semaine encore, nos amis sont à la recherche d'incontournables spots photos, qu'ils soient confidentiels ou bien plus classiques. Attention, c'est parti! Découvrons un peu nos amis. Yu-chan est une idole japonaise qui s'exprime quelquefois un peu bizarrement. Are-chan est un mannequin d'origine russe avec un fort accent de la région du Kansai. Yuri-chan, elle, est une cosplayeuse italienne qui adore les animés. Gohan! お腹すいた。お腹すいたからもうすぐ見つけよう。日本っぽいもの。日本っぽいのもの食べたい。お寿司？あれは？それは美容師じゃん。美容師じゃないの？美容師じゃないよ。これお蕎麦屋さん？お蕎麦？お蕎麦は日本っぽい。違う？何気にが可愛い、これ見て。可愛い。え、手になってる。あ、やば、見て手になってるやん。手になってるでしょ、可愛いやん。手になってるよ。Elles ont toutes les trois jeté leur dévolu sur les shofuku soba, littéralement soba porte-bonheur, une formule qui a 90 ans d'existence. Avec ça, la chance va sûrement leur sourire. Un mannequin écho est même peint sur les bols. いただきます。いただきます。いや、美味しそう。え、言ったっけこれ。ロシアって世界一そばの消費が。あ、でも麺にしてないやつ。この耳みたいなを炊いて、で、なんかスープみたいにしたり、ちょっとなんかスープっていうか、なんかミルク入れて食べるか、バターを入れて食べるか。へえ。そばがゆっていう。そうなんだ。 うん、カニもちょっと入ってた。美味しい。美味しい、これ。でさ、なんでみんなスースーしてるの？そばとかうどん食べるときになんか日本人はなんかジュル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 ね、するんだけど、ちょっとうるさいね。なんでかっこいいじゃん。え、かっこいいから。かっこいいの？ではないでしょ。なんでなんで？でもさ、なんかこれできないんだよ。なんか外国人はできないって言われてるんやけど、そう、なんかそれ。なんで？ なんか打ちたぶんやったら、うえうえって思って。本当か。ちょっと待って、どうやってやんのこれ。なんで鳴らすんだっけ、ゆうちゃん。してんだよね、日本人だから。なんか美味しそうだし。なんか食べてる感があるし、多分作った人も、あ、美味しいだろって感じに。あ、吸い込んだらさ、喉にズボってきたわ、今。来た？私は諦めた。もう、なんか、できん。その方が、香りが、 Faisons maintenant un peu le point sur les photos qu'ont prises nos amis. On leur a fait miroiter une récompense si elles arrivaient à prendre 20 selfies avec des mannequins échos. Elles ont trouvé plein de mannequins échos au temple Gotokuji, alors mission accomplie sans problème. Les voici arrivées à Harajuku afin de récupérer leur récompense. Elles en profitent pour faire un petit détour au sanctuaire Meiji Jingu, un power spot réputé. Mais au fait, savent-elles exactement ce qu'est un power spot? わかんない。わかんないの？そう。なんでやねん。なんか、そう、ちゃうよ。そう、ちゃうよ。昔からあって、パワーがすごいいっぱいあるから、そこに行くとパワーがもらって、こうなんかいろんな仕事ができたりとか、いや、違う、ムキムキなるわけじゃない。違う。違う。そう、仕事ができたり、まあ、運気がついてくる、上がるってことだから。それ。そう、お金持ちになったりするかもしれないよ。やったー、それ。大好きだ、それ。大好きだ。いや。Les filles, n'oubliez pas les photos souvenirs du sanctuaire Meiji Jingu. Hello, minasan, Katikyatto desu yo. Minasan, Insta bae shashin totemasu ka? Watashi mo mainichi totemasu yo. Toyukoto de, konkai wa machi yuku hito ni baeru shashin no kotsu o kikitai to omoimasu. Soshite, Nihonjin to gaikokujin wa donna chigai ga aru no deshou? Mazu wa let's ask Japanese. Avec Katy Cat, découvrez ce que pensent les Japonais. Let's Ask Japanese. Smartphone持つときに
なるべく指のここだけで持ってで、それでこの辺りで構えると顔が全体的に取れるし、服も取れるからすごく盛れるし、可愛いし、こういう服着たよみたいな報告にもできるから、それからだいぶ意識はしてますね。これこんな感じ W 作ってW 作ってここに入れて、でここで持つ感じ で、ここでこうシャッターを押すんですけど、きますよ、入りますか、せーの、あー取れました。確かにこうやって携帯を持つとみんなが入りますね。アプリ使って撮ります。アプリ使って撮ります。あ、じゃあなんかアプリはどれぐらい持ってるんですか？2つぐらい。3つぐらい。まあ、3つなのでどうやって使い分けてますか？人撮るのとご飯撮るのとあと加工するよみたいな。じゃあ人とご飯は違うアプリ。違うアプリ。自分ら男なんでちょっと写真加工アプリ使うのとやっぱ女の子なのかなっていう印象が。じゃあ全然アプリは使ってないってことですか？そうですね、全くゼロ。まあ、全くゼロではないですけど。あ、やっぱあるんですかアプリ？たまにね。あの男同士だと使わないけど、女の子と一緒に撮るとかなった時にちょっとこう楽しむためにウサギの耳が出るやつとかたまに使ったりしますね。おー、なんかあれ一つの釣りの道具みたいなもんですかね。言うたらそう、ね、ちょっとね聞こえが悪いんですけど、なんかこう仲良くなるためのお姉さんはもらんでも可愛いけどね。おー、ありがとうございます。あ、もう釣ってる釣ってる。インスタのためにこれ飲みに行くとかそう やってるんですか？あ、これも今そんな感じで映えるから調べで行くみたいな。やっぱりそうなのを飲みに行く。どうやって撮ったんですか？なんかこうやって。あ、後ろ背景なんか違うね、うん、やつがあってそれで持って写真撮るみたいな、うん、おーなんかシャキーンみたいな感じ。可愛く撮る。足長く見せる。おー、どうやって長く見せるんですか？下から撮るみたいな、しゃがんで。じゃあどうすればいいんですか？ポーズ撮ってもらって。あ、ポーズで。あ、足長いロリータなのに。これで全ての質問でした。ありがとうございます。なるほど、アイスイ日本人にとってカメラアプリってはすごいインポータントなものですね。実は私も9個写真用アプリ持ってますよ。服用、食べ物用、スナップ用、自撮り用、インフルエンサーって大変なんです。さて後半も外国人に映える写真のコツ教えてもらいましょう。 Don't miss it! Stay tuned!Et une photo devant le tori. いい感じ。いい感じ。撮れたよ。お前はローラか。今いい感じ。じゃあちょっと並んで一礼しましょう。ここせーの。そしてなんか真ん中を通った方がいいって聞いたの。通っちゃダメなんだよ。なんでじゃないの？なんか聞いたのが真ん中神様が通るから邪魔ならないように。そう、神様が通るから。すごい森自然な感じですよね。やっぱなんか日本の人はなんか横通ってるのかもしれないね、歩くときに。あ、なんか人が集まってるけど、なんでそんな人集まってんの？そこ川があるということ。でもそんななんか川は珍しいのかな。ちょっとそこ行ってみようよ。でも綺麗、ちょっとわかる、写真が綺麗よ。これ光入ってからいいね。あ、でもここはすごい綺麗、なんか和って感じでしょ。 Ce pont situé sur le chemin qui mène au sanctuaireest très apprécié des étrangers et constitue un spot photo en vogue. Et là, Yuri-chan réussit une photo qui tient du miracle. すごいね、なんかもう広いね、ここが。なんかここが東京のど真ん中ってあんまり思えへんやんな。あ、それ何？ボトル？ボトルじゃねえよ。ボトルじゃないの？絶対ボトルじゃないよ、あれは。あれだよ、しかしお酒の箱。箱でもないな、それは。あ、すごいね、めっちゃ綺麗に並んでる。あ、すごい、みんなここに写真撮ってるよね。あ、インスタ映えっぽいな、それ。塩塩インスタ映え。インスタ映えっぽいやな。Il s'agit en fait de 216 fûts de saké qui ont été offerts en offrande aux dieux. Évidemment, cet endroit constitue un spot photo très apprécié des touristes étrangers. わー、それしかもなんか広いね、めっちゃ広いね。ここまでにたどり着くまでがなんかもう、わー、みんなそこに集まってる。なんでこれね、手を洗うんだよ。何のため？手洗うって？なんで手を洗うの？だって人のお家入るとき手洗うじゃん。
え、そういうこと？なんか関係ない意味気がするけど。人のお家に入る。これまずは右手で取りますよ。お水を入れます。はい。で、左手にちょっとだけかける。あ、あのここね、下でだよ。ここのね、入らないようにこの辺で、で洗って、ここもか持ち替えて右手を洗うでしょ。ほとんど合ってるんです。ほとんど合ってるんですけど、もう2つやってほしいことがあって、何？あの、すくうところまではいいんですけど、それを口の中に入れていただいて、入っていただく。口もお清めしていただくっていう。そうだって。そうだって。じゃあもう一回する。はい、取ります。これ合ってます。左手洗います。右手洗います。で、左手でこうちょっと水をためて口に含みます。で、吐いていただきます。今口つけたので左手もう一回洗います。で、次の人が使いやすいようにきれいにするためにここをきれいに。で、戻す。これでいい。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗。なんか綺麗になった？綺麗になった。口の中も清まった。3回ですよ、皆様。しかし。そう、真ん中を通るんで、これもお辞儀すんの？これもお辞儀する。え、じゃあ、せーの。よし。よし。すごい。へえ。よいしょ。ここもお辞儀するんだっけ。ここお辞儀しない。しかしあそこの真ん中踏んじゃダメなんだよね。あ、真ん中あかんねや。ここのね、真ん中ね、踏んじゃダメ。え、すごいね。なんかちゃんと勉強してやらないと。知らなかった。なんかそうだよ、ね、すごい。大きい。ほんまや、すごいな、これ。てか、それにしてもすごい、なんかもうここがもうなんか日本のなんか昔の感じが。素敵だね。ほんまに無駄なものがないんやね。家の中もそうやけど、なんかそういう、何？お城とかの中も無駄なもの全くないやん。畳だけ、みたいな。日本っぽいね。日本っぽい。それ日本やから当たり前やん。ここは願い事をする。ここはね、多分ありがとうって言った方がいいのかな。ここはお願い事してもいいんですか。あ、お願い事もされても結構ですし、まあ、日々の感謝を大切にされたら。やっぱりそれが一番。そうですね、まずはあの日々の感謝を込めてお祈りされるのがよろしくて、まあ、それプラスアルファでお願いされてもよろしいかと思います。はい、はい、しかしですね、二礼二拍手一礼、はい、のどこでそのお祈りを挟むのが一番。もちろんお祈りされるようでしたら、こう最初に二礼して、で二拍手して、この時にお祈りされるとよろしいと思います。じゃあ一回いいで、二礼で二拍手してお祈りして、最後に一礼。分かりた、はい、やってきます。 Nos amis vont essayer de se recueillir dans les règles de l'art. Vont-elles réussir?じゃあ、せーの、せーの、やったらいいかね。こう初めてとか来た人やったらね、それとりあえず投げてるから投げよう、あ、なんか礼したからちょっと礼してこうね、あんま分からへんからね、うん、なんか楽しくした方がなんかより、うん、よりなんか強い感じで、ね、心が清らかになる気がする。
Welcome back! 日本人はアプリを使って映える写真を撮っていましたね。私も毎日アプリによって雰囲気が違うので、まるで魔法少女になった気分。キラリン。それでは外国人に映える写真のコツを教えてもらいましょう。 Let's ask foreigners in Japan. Et maintenant, place à l'interview des étrangers. Let's ask foreigners. So I spotted you by your hair and thought, she looks like a girl that, you know, might take pictures for social media, such as Instagram. So what, how do you take your pictures? I always find my light, and you have to take it from an upward angle because I am a chunkier girl. So I prefer to slim it out a little bit, and always pick this side over this side. This is my bad cheek and this is my good cheek. You have a good and a bad cheek? Yeah. What's the difference? I think this one looks bigger than this one. So since you're taking pictures of her, I'm sure you have like, no, that's not good. Take the picture more like that. So what are the most frequent requests? At least maybe if you can name three. Wait till she's smiling. Usually wait till her hair is good. And then wait till she's in the right pose. So these are the three most important things? Yeah, to me, in a photo, I think. With iPhone only. All right. I actually used to be a photographer, so I have a lot of cameras, but I don't use it. Since I bought iPhone, so everything's changed. What? So you gave up being a professional photographer because the iPhone? Yep. So. It's not an advertisement for iPhone. Yeah. I just thought that. Not an advertisement. Your phone is always with you, so it's very easy. I was wondering, many Japanese girls use apps that make their skin look pure, or their eyes look bigger, their cheek look smaller. Do you use any of those? No. No, don't we love ourselves natural. You prefer the natural way? Yes. Yeah, lots of different angles, and like try best not to get like people in the background. Oh. So with just one person's focus, for example. Yeah. Isn't that really, really hard to not get people in the background in Tokyo? Yeah. If there's a person in the background, we had the person who we were taking a picture of to cover them, like where they're standing. Ah. Yeah. Like, so like this. Yeah. I like taking a lot of candid pictures. What is a candid picture? Like not a posed picture, so just randomly taking pictures, anything, anybody. So you not these kind of pictures, but the kind of like pictures. Yeah, like funny ones too, anything. And then all your female friends go, no, take it one more time properly. sometimes. So how many like numbers of pictures are on your phone right now? Oh, 2,000. Like 6,000. Yeah, probably more. Yeah. I probably have more. I think those were all the questions. Thank you so much. Thank you. Yes. 外国人が写真で気にするもの、特に女性にとって大事なのはアングルです。私も自撮りするときに角度をこだわってますよ。こんな感じで。Go。ここで皆さんに裏技を教えちゃいます。夕日が沈むときに太陽を後ろにすると髪の毛がとってもキラキラしてるように見えますよ。私もインスタにいっぱい写真アップしてますよ。よかったらこちらをチェック。さて次回も日本人と外国人に面白いアスコをしちゃいましょう。またね。 See you. Have a nice day. Bye.À la découverte de superbes spots photo, nos trois amis se sont rendus au sanctuaire Meiji-jingu. Tout en prenant des photos pour les réseaux sociaux, elles ont pu découvrir un peu mieux la culture japonaise. Pour récupérer leur récompense, nos amis se dirigent vers la rue Takeshita-dori à Harajuku.一番目立ってるかもしんないこの格好が。だってゆりこちゃん一番目立つよ。だってなんか原宿ってなんかみんなすごい奇抜な格好してるイメージだから。そうですね、確かに。私はね、普段原宿に来るときにロリータかパンクの格好で結構来ますよ。そうなの。そう、確かにそういうお店あるよね原宿。そう、ここに買い物。Hein? Déjà un détour avant de récupérer leur récompense? でもめっちゃ美味しいこれ、めっちゃ食べたい。うち何こうなんか食べさせる人。あ、めっちゃ長い。大丈夫なん？全然止まらんやん。食べ方もなんか。マ
magic みたいやな。Après bien des détours, nos amis finissent par arriver à la boutique de glace pour déguster leur récompense. Dans cette boutique, il est possible de personnaliser soi-même ses glaces. なんでかっていうと最近の子でよくなんかインスタ映えって言ってこう来て買ってって写真撮ってペロッとしてポイみたいな。あ、そうめっちゃ多い、めちゃめちゃ多い。多いからなんかやっぱりそのインスタ映えするんやったらちゃんとそのものちゃんとそのものを楽しくな雰囲気だし、うんうんうん、ちゃんとそんな何やってるとかどこにいるのかちゃんと調べてほしいな。みんなアメージングみたいなとこ行ってとりあえずパパパって写真撮っていってじゃあそのちゃんと手合わせたのかって言ったらなんか行ったのかって言ったらいや分かんない知らないえこれ何のか知らない、うん、とりあえずインスタ映えやったからでも多いどっかに行くにしたら、うん、ねあのちゃんと自分の目で見る携帯を通して見るんじゃなくて写真撮るのもいいけどやっぱりちゃんと楽しんでほしいね。Ce qu'Arechan a compris aujourd'hui, c'est que lorsqu'on visite un bâtiment historique comme un temple ou un sanctuaire, il est préférable de se renseigner au préalable sur les différents rites. Mais ce n'est pas tout. La grande mégapole qu'est Tokyo offre en effet la possibilité de se relaxer en se plongeant dans la nature et en découvrant la culture du Japon. Rien ne sert d'aller quelque part juste pour prendre des photos et briller sur Internet. Il faut savoir bien profiter de l'endroit.